第159弾、モンスターハンターワールドをプレイしていきたいと思います。前回は、いろいろ、ゲームしてたんですけど、格闘ゲームとか、ちょっと一呼吸置いて、ちょっとアクションゲーム今やってるんですけど、簡易に言えば、モンスター、いろんなモンスターを、倒してて、その皮を剥ぎ取ってそれを持ち帰って武具を作っていくっていう感じのゲームなんですけど、このゲームはだいぶ王道なんで多分みんな知ってると思うんですけど、それをやっていきたいと思います。でね、多分15分とかじゃ結構できないと思うんで、2分割でちょっとお送りしようかなと思います。で今回行くモンスターなんですけどね、もう結構僕だいぶやってたんですけど、プレイし始めてもう大体1ヶ月も経ってないのかな、それぐらいなんですけど、それでちょっとやっていきたいと思います。で確かテオはいるっすね、この辺か。であとちょっと武具紹介も後々ちょっとやっていきたいと思います。で僕が今担いでる武器は双剣っすね。いろいろ結構種類あるんですけど、双剣、片手剣で、タッチ体剣で、他なんだろうな、ランスガンスかで、弓、ライトボウガン、ヘビーボウガンで、あと昆虫痕か。他にもスラッシュアックスとチャージアックスかと笛ですね。結構種類が様々なんですけど、だいぶやり込み要素があるっすね。テオちゃんがいてます。このね、今拾ってるこの痕跡っていうのがあるんですけど、これを拾ってったら左上になんか青いのが虫が繋がってるんですけど、これが出るようになるんですよ。 あとまだなんかポイント上げたらいけるのかな。どうしようかな、この辺じゃ戦いにくいからもうちょっと、この辺がいいですね。ここで一気にちょっと突っ込んでいきたいと思います。よいしょ。結構テオは近接で行かないと結構逆にしんどいんですよ。遠距離か近接っすね。うわお、これはまずい。はじかれた。この粉塵がだいぶ厄介。わお、この耳栓もきついっす。うふう、なかなかアクションだから実況もちょっと喋りにくくなるんですけど、喋りすぎるとかなり適当よりもあやふやな妄想になっちゃうんですけど、最初の方だからいいっちゃいいと思うんですけど。
わあ、ピヨピヨしてる。これやばいんじゃないか。わお。うわ、これはちょっとやばいな。おっしゃ、ダウン。ここで一気に頭を。うわー、スーパーノヴァ。うわは、今これそんなにランク高いとこじゃないと思うんで、あの上位の方のスーパーノヴァだったら多分ほぼ一撃で済むんで、ちょっと結構注意しないといけないんですけど。あれ、なんか行ってまた帰ってきたな。多分道を間違えたかもしれないですね。でね、あともう一個アイテムでね、この転身の相違ってあるんですけど、これあの回避してくれるんですよ。だから本当にやばい時、このマントを着てやれば、まあ耳栓とか耐震は無理なんですけど、攻撃は攻撃間中も回避してくれるんですよ。あ、今の感じですね。勝手にあの回避してくれるんですよ。まあ時間は決まってるんですけど、ワンチャンアリス。こんな感じですね。まあ時間もあのそこそこ、どれぐらいだろう、7分で初めて、まあちょっとおしゃべりして8分9分ぐらいなんで、でここで一回ちょっとまたあの分割でちょっとやっていきたいと思います。で分割した後はあげるのはちょっと装備紹介をちょっとやっていこうかなと思います。じゃあね、またあの引き続きあの楽しんでみてください。じゃあね、この辺で終わりたいと思います。ではまた。